皆さんこんにちは、みなりんです。今日は何だと思いますか？何かな。はい、今日はですね、もう机の上に置いてありますが、 LOL のおもちゃを収納するケースを購入してきました。これはね、実はアメリカで購入しました。アメリカに帰っている時に購入して、スーツケースの中に入れて日本まで持ってきました。めっちゃ大変だった。 LOL のおもちゃの収納する方法って皆さん気になりませんか？今は100均のこういうケースに入れているんですけども、それじゃかわいそうだし、なんかね、いい収納ケースないかなと思ったら、こちら専用のものが見つかりました。しかもこれなんと50体、すごい、50体持つそうです。お部屋のような感じにして遊ぶこともできて、ディスプレイとして飾ることもできて、さらに収納ができるという、なんと素晴らしいアイテムです。絶対必要、もう超必要でした、これ。さらにね、お人形ちゃんもついてくるっていうことで、めっちゃ楽しみ。というわけで、こちらとこちら2つ、これも LOL ガチャ風のやつですね。中にサプライズが15個も入っています。こちら2個に、最後にこちらも購入しました。これは何でしょう？ちっちゃい小物が入っているそうです。もう何だってね、これが楽しみなんですけども、まずはね、こっちの3つ開封していきましょう。じゃじゃん。というわけで、まずはこちらから。一番レアはね、グリッターでキラキラしているそうです。おー。これ一つしかないんでね。早速開けてみましょう。おー。袋の中に2つ袋が。じゃあこちらの大きい方から。せーの。よいしょ、よいしょ。じゃじゃん。あ、かわいい。え、見て見て、このシール。ぷっくりしてる。え、めっちゃかわいい、このシール。携帯につけようかな。あ、でもここにつけたらこう折れなくなっちゃうしな。これが中に入っているんですね。ではいきます、オープン。誰かな。じゃん、ロイヤルハイニーちゃん。この子の人形ちゃん持ってます、確か。おお、なんかレジンみたい。そしてピンク色のチェーンがついていますこうやって乗り付けようかな。ちょっと迷いますね。え、すごい可愛い。これもっと買えばよかった。じゃあ次ね、アメリカ帰ることがあれば、またこちらを購入したいと思います。続きまして、こちらのカプセルの方を開けていきましょう。どこからかな？あ、またピンク色のメガネみたいのが出てきました。お、これをつけたらなんて書いてあるのかがわかるのかな？ Almost there. Getting close. なんか面白い形のカプセル。何これ、時限爆弾みたい開かない。まさかこれで行動解けと。すごい。あ、なるほどね。この入れ物すごくないですか？びっくりしちゃった。こうやってコードが書いてあるので、この通りに開けていきましょう。でもどれがどのコードかわかんないですね。全部試してみますか。まずは王冠とクリスタル。え、でもこれ王冠とクリスタルだ。開かない。おお。じゃあまずこの子、なんかボディースーツみたいに着てるので、まだ誰が入ってるかわかんないです。さらにサプライズが入っています。ではついでにこことここも開けちゃいましょう。違う。あ、開いた。この中に一つなんですね。両サイドについてる。違う。開かない。開いた。はい、全部開きました。うわ、面白いな。もう LOL のおもちゃってだんだんね、もっともっと面白くなっていきます。っていうか、もうこの子なのかな、ヒレがついてる子。それとも外側はこうなってるだけで、中身は全然違う子なのかな。見てみないとちょっとわかんないですね。では周りからまず1つ目。メガネでしょ。あ、やっぱり中身は違うんですね。このマーメイドの子じゃない。次は腕輪かな、なんだろう、ちっちゃい。ん、これも腕輪かな。あ、ドリンクに、あれ、あー、このドリンク壊れてる。ここの部分が取れちゃってる。まあしょうがないでしょう。続いてお靴に、
すごい金ピカですね。お洋服、多分ね、これね、一つずつこうやって、ほら、お顔がちょっとずつ見えていくようになっています。でももったいない、こんなに可愛いのに。頭から。おお、この子初めて見ました。で、お洋服。これはね、このままにして、いつでもまたつけられるようにしたいと思います。ボディースーツみたい。じゃじゃん。今回当たったのはソウルベイビーちゃんです。面白い。これね、イヤリングだそうです。今までイヤリングついてたとこいなかったですね、そう思えば。この穴に入れると、キラキラしてる金ピカ感がいいですね。このボトルだけちょっと残念ですけど、めちゃくちゃ楽しかった。いいですね。じゃあ、もう一つあるので開けていきます。はい、二つ目。あ、やっぱりこのスーツみたいなのは同じなんですね。では早速これを使いながら開けていきましょう。あ、なるほど。書いてあることが同じだったので、もしかしたら全部共通で同じ暗号なのかなと思ったんですけど、違いました。多分ね、同じ暗号は使っているんですけども、場所が違うんだと思います、それぞれで。頑張って探していきます。あ、やったー。これと、サプライズがこんだけ。お、一発。これに、少々お待ちください。違う。どれだ？OK。あ、何もしてないのに開いちゃった。ではこれから開けていきましょう。じゃじゃーん。お、飲み物。今度は壊れてないです。今度は壊れてないんだけど、全く同じ飲み物ですね。ちょっと待って。なんかさっき見た気がするぞ。あー、これはあれですね。もろかぶり。あー、かぶっちゃった。初めて LOL でかぶりました。まあまあまあ、今回は双子が当たったっていうことで、一緒にね、飾ってあげたいと思います。じゃじゃん！お待ちかね、こちらの大きいやつ！開封していきましょう。ちなみに今はこうやって収納しちゃっています。かわいそうだから早くお家を作ってあげたい。オープン！はい。おお、さすが50体入れられるだけあって大きいですね。いろいろ説明が書いてあります。おお、引き出しになったり。え、すごいんだけどこれ。あ、開いた。まずはこれが取っ手ですね。これをつけることによってバッグにすることもできるそうです。で、ほら、こういう中にも、あ、まだある。ちょっと知ったサプライズが入っています。細かい。まずはこれ開けちゃいます。じゃじゃーん。アクロバティック。足が女の子なんだから閉じなさいな。あ、かわいい。イヤリングとかもついていておしゃれさん。ボトルがキラキラして超かわいい。あれ、お洋服は？ってことはまだお洋服がどこかにありますね。でもここ調べたし。あ、あった。いきますよ。ほら、あ、まだまだたくさんありましたね。じゃあお洋服開けちゃいましょう。バッグのここの部分がゴムになってるので伸びる。無理なくつけられますね。今までね、バッグ背負ってる子とかいなかったので斬新。かわいい。ちなみにこの子はこのセットを購入しないとついてきませんので、レアですね。では早速これをね、いろいろと調べていきましょう。できることが多すぎてびっくり。あ、当たった。ここにこの取っ手をつけると、まあこうやって持ち運べるよと。外すとお店が出てきました。ここに取り付けます。あ、ついたついた。こうやって開いたり閉じたりします。これでバッグにもなるんですね。閉めてこっち側の向きに収納する。そうすると見たらわかるんですけど、足をね、置く場所があるんです。この一つ一つに LOL の人形を飾ることができます。すごい、いくつあるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9×4 36? 36体をね、この階段みたいな感じで
飾ることができるそうです。よいしょ。お、鏡もあります。クオリティ高い。ここもね、お部屋みたいになっているので、お人形さんごっことか遊べますね。さらにこういったところに収納もあるので、細かいパーツとか入れることができます。もちろんここにも収納できるし、よいしょ、ここにも収納できます。収納する場所が多いと嬉しい。じゃあ早速いろいろとセッティングしちゃいましょう。地震来ても倒れないですね。あ、もう絶対可愛いじゃん。個人的にすごく気に入ってる子たちは一番上、ティーチャーズペットちゃん好きなんで一番上、マリリン・モンロー。あ、落ちちゃった。よいしょ、ごめんね。ミス・ベイビーちゃんに、さっきの子、というわけで今持っている子たちは全部で以上です。あとはね、細かいパーツがあるので、ここの中に入れちゃいましょう。ドミノみたいに、ちょっと上に持っていこう。あ、一旦閉めて、あ、ここね、閉まっちゃうところなんで気をつけないと。ここの中にも入れられるので、残りのものを入れちゃいます。はい、こんな感じで飾ってみました。え、めっちゃ可愛い。収納もたくさんあるし、こうやってディスプレイもできて、さらにね、遊べるっていうことで、 LOL 好きにはたまらない収納ケースだと思います。こう箱の中に入れててもね、かわいそうだったので、こうやってね、飾ってあげることができてよかったです。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。